ばんは。こんばんは。こんばんは。はい、今夜も始まりました。空間日和のロックオンミュージック。はい。はい、沖縄で活動するインディーズバンド空間日和。ドラムボーカルのりかこです。ギターコーラスのまちこです。ベースコーラスのはるきです。はい、今夜もこの3人でお届けしていきたいと思います。はい。はい。はい、このラジオですね、ユーストリームツイキャスでも生配信中なんですけど、はい、映像を見ている方はお気づきでしょうか。後ろにほんのりもう一人いるっていう。顔見えるのかな。ちょっと遠いでしょうか。ね、ね、結構後ろにね、ちょっと遠いからお顔はちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、これはあのお方ですね。キャンさんです。DJ のキャンさんです。本当？キャンさん私の目の前にいるけど後ろじゃなくて。すごい位置で DJ してね。これはマサハル福山。マサハル福山。どういうノリなの？鈴木トーキング FM。 ザの、なんだこれ、お人形さん。はい。あって、なんでいるのかわからないんですけど、来たらいらっしゃいます。そうそう、いて、はい、なんか程よい緊張感が今漂っております。あなたの背後にいますから。そうなんですよ、背中取られてるよ。そう、私の背中見られてるから、ちょっと気持ち、背筋伸ばそうと思います。はい、そうやね。はい、じゃあほんのりまさはる福山さんも一緒に、はい、背後で見守っていただきながら今夜もお届けしていきたいと思います。うん、はい。今回もうあっという間に9月ですね。早いですね。はい、なんかまだまだ暑いんだけど、うん、最近やっぱ9月といえば夏かというと、うん、ちょっと秋かみたいな。なんか境目感感じるよね。ね、最近若干真夏脱出したよね。真夏ね。ね、うん、まあ、まだね、まだ若干暑い日もあるんだけど、うん、最近なんか季節変わってきてるって個人的に思うんですよ。まだいけますよ。まだいける。まだ夏いけますよ。まだ夏いける。まだ戦えますよ。戦える。じゃあ春樹はまだそんなに秋を感じていない。いや、ちょっと感じる、ね、ちょっと感じるけど。あ、ちょっと感じる。まだいけるとは思う。夏もまだいる。まだ全然多いでしょ。夏は全然多い。まあ確かにね、アイス美味しいし、あ、クーラーつけるしね。うん、ね、ないとしんどいね。夏、夏行かないでくれ。夏、夏好きだよな、ね、夏が大好きな春樹が。ほんで、その秋が。そうそう、で、なんか、でも、あ、そうそう、なんで秋っぽいなって思うのかなってふと疑問に思ってですね、はい、うん、皆さんが見つけた小さい秋。あは、見つけた。ちょっと聞きたいなって思ったんすよ。なるほどね。そうそう、春樹なんか秋っぽくさあるって言ってたじゃん。あるね、若干あるね。なんかどんな時に思う？雨上がりかな。うーん、雨上がり。なんか最近雨多いじゃない、突発的な雨が。まあ、夏からずっと降ってたよね。まあ、降ってる、ね、降ってるけど、うん、で、まあ、最近はこう降った後に、うん、夏とかの雨の後っつうのは、うん、ムワーンっつうんだよ。はいはいはい、蒸し返すような。うで、風がそれをわって消すんだけど、うん、吹いた時にまたしばらくするとまたムワーンってくるんだよ。うん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 、そこでじっとってかく汗が、あー夏だーって思うけれども。それが好きなの？割と好き。嫌いじゃない。で、最近それがない。普通に涼しくなる。雨降った後、そうそう、確かにムワムワしないかも。雨の余韻がないね。そう、そうだね。おいって待ってくれよ、まだ俺はここにいるよ。置いていかれそう。置いていかないでくれ、夏。夏に置いていかれそうな。そうなんですよ。感じなんだ。僕はそこですね、感じ。ほう。でも確かに雨上がり ね、 ね、わかるかも。違うね、雨上がりか、うん、の感覚違うね、うん。なるほど。どんな小さい木見つけたんですか、お二人は。マッチある？私ちょっと近いけど、なんか雲がなんか秋っぽいな。夏ってさ、もういかにもな形の雲してるじゃない。うんうんうん、めっちゃ黙々な、そうが徐々になんかこうさーっとこうちょっと散っていく感じみたいな、うんうん、のを感じますね。なるほど。なんか夏といえば、まあ、イメージとかだと、入道雲みたいな、ね、そう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 、このなんだろう、黙々、せやね、この分子、そう、もう塊がこうなんかね立ち上がってるみたいな感じの、ねえねえ、なんかね大きいですよみたいな、うん、うんうんうん、
でも秋はなんかきめ細かい感じするよね。ちょっと広がっていく感じあるよね。ね、うん、なんかちょっとおしゃれな感じじゃん雲おしゃれ、おしゃれなのかな。なんか おしゃれくない秋の空の雲。知らねえよあれ話したやばい、共感者いない。でもそんなこと思いながらこう空を見たりするね。空、空模様ね、うん、そう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 。歩きもちょっと雨って天候で、そうですね、街も空模様ね。うん、あーなるほど。りかこさんは？そうっすね、私もこう投げかけておいて。嘘でしょえ、なんもないの？ええー、あるよ、うん、あるにはあるんだけど、うん、あの、なんでだろうと思う。なんかね、一応まあ分かりやすいのは、はい、まあ、日が暮れるのが早くなった。あ、そうだね、普通やん。そう、そうなんす、普通なんすよ。いや、こんなんで夏がいなくなるとはさすがに夏に失礼夏に失礼、夏に失礼ですよ。普通って、でも言うたらうちら3人ともそんなに変わんないまあまあね、そうだから普通だから、うん、違うんすよ。もっと日が暮れる以外のどこかでも、うん、私は小さい秋を感じてたはずなんす。出てこないってこと言葉にできないの今思い出せないみたいな感じ。そう、あ、今思い出せないのか。トンボが多いとかじゃないね、それもあるんだけど、うん、私がトンボおーって思った時は、うん、全然夏だった。あの時はなんかあったよね、一時期わーっとトンボあったね、あったね、そうだ ね、秋になる前からいたね。あれさ、そうめっちゃまだ夏なのに、トンボめっちゃいたよね気早すぎでしょ、ね、うん、もう秋来ると思ったら、うん、意外と来なくて、今かなっていう時に、うん、全然トンボに合わない。なんならアフリカマイマイに合うよね。おるねおるね。それは雨続きだからでしょ。そうそうそう、沖縄ではね、そうそう、あの雨が降った後の雨上がりにカタツムリじゃなくってアフリカマイマイっていう拳サイズのカタツムリが出てくるんだよね。結構ねでかいよね。引きますよあれは、ね、そう、道端にもう散々歩きまくってる、歩いてるってかかってるっていう、ね、そういっぱいいるよね。そう、ちょっと怖い。我らが母校の琉球大学のね、ループ道路のところは、ね、地獄ですよ、本当に地獄絵図そう、そこら中にあいつら、琉大大好きなのめちゃくちゃ多くきつかった、マジでマジに縄張りやったもん、ね、確かに工学部の裏森だからさすげえんだよ超きつかった。確かに、そう、琉球大学って敷地めっちゃ大きいんだよね。全国3位とかだからね。そうそう、全国のかなり上位の方で森とか川がいっぱいあるだいたい森で、だいたい森、そうそう、校内のアスファルトと森どっちが多いか分からない感じ。森でしょ確かに、私が所属してたこう理学部棟も、なんだろう、男の人の手のひらサイズの雲が普通にプラーンってしてているんすよ。結構大自然広がったもんね。そうそう、結構広がってて確かに大好きだったね、アフリカマイマイ。めっちゃおった、めっちゃいたね集団でおるいたね。あの、もしこのラジオ聞いてるあの県外の方いたら、あのアフリカマイマイで検索してみてください。画像検索するんですよ閲覧注意ですあのね、すごいなんかね、衝撃的な画像出てくると思います、うんね、一応その彼らに一応秋感はほぼないですけど。ほぼないっすね。ね、一応秋感はトンボの方が持ってるんだけど確かにあるね。そうだねそうだねって言ってもう日が暮れる以外の小さい秋、あ、思い出した、一個あったよ。なんだこれ、言おうと思ったんですけど、はい、あのお菓子コーナーに行ったらお芋系のお菓子がめっちゃあるえ、そう、あー、なるほどね、わかる、これでそう秋を感じた。なるほどなるほど、確かに、あ、逆にチョコミントのやつが減ってきたよね。減ったー、この夏もあふれとったやんそう、だんだん見なくなってきた。はるきさんさ、多分お菓子あんまり食べないから、 あれだけど、あんま甘いもの好きじゃない。今スーパー行ったらね、うん、チョコミント激減してて、入れ替わり、さつまいも系のなんかお菓子、モンブラン味のチョコとか、はい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 、かぼちゃとかね、そうそうそう、お芋でできたチップスとかがめっちゃ押されてるんですよ。それ見た時に、え、もう秋みたいなあ、それで、あ、それ陰謀だよ、わかる、あ、
陰謀だ。あのね、コロコロコロ昔話したことがあるんだけど、うん、こうやって俺らは季節の変わり目を企業に支配されてるその確かになんか誘導されてはいるかもしれない。そう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 、やれバレンタインだとかさ、うん、やれ秋春のものだったりとかさ、ね、お正月とかね、そうそうそう、急かされて、だから苦しいんだよこの現代社会は。せわしなく、いやいや違うって、違うって、突き動かされてるんだよ僕ら。いや捉え方だって、だってそのなんでお菓子業界がお芋を押したら、あ、もう秋なんだって私思うし、別にせかすっていうか彼ら暦通りだからね。そうそう、一応暦に沿ってる。いやいや、暦の一歩先に一歩前ぐらいでやるやんそういうことやめろよなあ、春樹はせかされたくない派なんだね。そうそう、だって雨が降って風が吹いて秋なんか寂しいなって、こうやって四季を楽しみたいのにお前らはわざわざなんかポップアップ作りやがって。もう気にするな。そう、じゃあ春樹はそう、春樹は夏が好きだから、うん、少しでも長く夏を感じてたいのにそのね、みんながこうせかしちゃうのが寂しいんだよね。まあまあまあ、まあ、気持ちはわかる、ねね、気持ちはわかる。でもじゃあ夏が来るときにこのお菓子業界がなんかアイス始めましたとかやったら、ちょっと、あ、夏じゃんみたいな。その前からもう盛り上がってるから都合よくね、めっちゃ都合いい。梅雨中自分の好きなシーズンだけやばい、なんてやつだ、ね、いいね、この素直な感じいいね。そうだね、これがうちのベースコーラスの春樹ですすいませんねはい、じゃあそんなメンバーもいる空間日和、今夜もロックオンミュージックやっていきたいと思います。はいはい、空間日和のロックオンミュージック、この番組は空間日和的観点から音楽を解釈し、音楽が好きという情熱を自由気ままなスタイルで空間日和なりに発信紹介する音楽番組です。皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスはこちら797@fmginowa.com までお送りください。懸命に空間日和宛てと添えて送ってくださいね。また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。で、ツイキャスも生配信中、ツイッターも連動してますので、ツイートでのコメントも待ってます。はい、で今日はですね、今月9月の30日になんとメカルジンさんがニューアルバムをリリースするということですね。ジンニー、ありがとうございます。ジンニーはい、そう、春樹がこんぐらい大好きな、そうそう、メカルジンっていう、まあ、ジンさん、ボーカル、ギターボーカルのジンさんと、はい、あとサポートの皆さんでバンド形態でね活動してるメカルジンというね、はい、すごいかっこいい人がいるんですけど、ちょっとバカにしてるんだ。あ、してないですなんて呼ぼうっていう、ちょっと頭の変換で失敗しました。はい、そんなメカルジンさんが、今月30日に発売するニューアルバム、スカイウォーカーというアルバムなんですけど、今日はその中から1曲ちょっと先立って、おお、1曲紹介したいと思っております。いいですね、嬉しい。はい、じゃあ早速お聴きいただきたいと思います。メカルジンで言葉と言葉。Yeah.
お聴きいただいた曲はメカルジンで言葉と言葉でした。そんなメカルジンさんのレコ発ライブが決まってますので、簡単に紹介します。はい、はい。10月6日の土曜日、我らがギノワンヒューマンステージにてスカイウォーカー発売パーティーするそうです。イエーイ、イエーイ。はい、でなんとあのレコ発イベント2つやるっていうことで、またよくあるんですね。もう1つ、はい、ジンニーらしいですよ。はい、もう1つが11月17日、うん、こちらも土曜日、こちらは那覇のアウトプットで、メカルジンサードアルバムスカイウォーカー発売記念ワンマンライブということです。ワンマン、イエーイ、はい、ワンマンなんですね。そうなんですよ。そう、10月6日は、ね、あのいくつかのバンドさんが出る対バン形式で、11月17日はワンマンライブということで、うん、どちらもちょっと別ね、あの楽しみね。はい、なので皆さん、メカルジンさんレコーツライブぜひお見逃しなく、みんなで楽しみましょう。イエーイ、イエーイ。はい、ということで今夜もロックオンミュージックやっていきたいと思います。はい、いや、ここで言うやろうと思ったら言わんかったっけ。終わるかな、終わるかな。あ、仕事か、もうちょっと挟んでいこうかな。開けたら違う。そうだね、痛かった。見える。なんか今日私がでかく見える。膨張色。あ、そういうこと。確かにハルキが、ハルキ猫背すぎん。ねえ、マサワル見てるよ。マサワル見てる。びっくりした。マサワル肩幅やば。小顔がすごい。すげえ。小顔っていう次元じゃないよ。はい、じゃあ5秒前で。お届けしております空間日和のロックオンミュージック。続いてこのコーナー行ってみたいと思います。はい、はい、何でもロックオンミュージックのコーナーです。イエーイ。なんで今の間は。あれ期待してたのに、例のやつね、春樹のあんまやるとね、飽きられちゃうんでね。あ、そっか、小出しにね。小出しにね、はい、分かった。じゃあ例のやつは小出しということで、はい。今日の何でもロックミュージックのテーマを春樹さんお願いします。はい、アウトロや終わり方が印象的、秀逸な一曲。ちょっと寄せました。マサハルにね、マサハルに寄せました。どうぞ。自信のなさの現れ。まあ、まあちょっとね、ぽかったよ。あ、優しい、ありがとう。自分補足があるまで分からんかった。だから補足したんだよ。自ら。はい、ということでね、我々空間日和の3人がテーマに沿ってそれぞれ思った曲を紹介していきたいと思います。はい、で、あ、そうだ、ツイキャスにコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで荒波さん、こんばんは。今日はツイキャスの方にも音楽流れてるんですね。いや、これ闇が深いんすよ。深くない。闇が深いんすよ。全然深くない。そんなこと言うと誤解を生むからやめて。そうだよ。そう、先ほどのメカルジンさんの曲はあのツイキャスの方でも流すことができる曲だったんですね。はい、はい、できる曲、できない曲があるんですね。そうですね。そこなんですよ。そう、流れてない時はあ、これはできない方か、さしていただきたい。そう流れたらイエーイっていう感じで。利権ってやつですかね。なんこじらせないで。あれっき、ツイキャスで聞けない曲もリッスンラジオっていうアプリでは聞けます。うん、あ、そうです、そうです、はいね、なので今どんな曲流れてるのかなって気になった時には、うん、ぜひアプリの方にもスイッチして聞いてみてください。はい、はい、まこっちゃん、メカルジンさん、明日
コザのスラムバーでアコースティックでの出演もあるよ。無料。あ、そうなんだね。うん、無料。無料。すごい。ね、大盤振る舞いですね、陣に。ね、この日はじゃあソロってことなのかな、アコースティックってことは。そうだ、そうだね。ソロもいいですよ。うん。そうだね、メカルディさん、あのバンドもね、骨太でかっこいいし、うん、ソロもソロでまた、うん、もう声がね、そもそも声がいいから。そうだね、いいんですよ、この聞き応えのある、うん、なんて羨ましい人だ。はい、なのでメカルジェイさん明日も、コザ沖縄市コザのスラムバーで、アコースティックの出演あるそうです、うん、ぜひぜひ気になる方チェックしてみてください。ぜひぜひ。はい、じゃあ何でもロコミュージックや、私の方からやっていきましょうか、ね、どうぞ。はい、今日のテーマアウトロや終わり方が印象的な一曲ということで、うん、アウトロっていうと曲の終わりの方っすね。そうだよ。知ってるよ。いや、何を言うかと思ったら、もしも聞き慣れない人がいたら、アウトロっていうのはねっていう、まあね、曲の始まりをイントロっていうのに対してのアウトロ、はい、そうですね、一番盛り上がるところ、サビみたいなね。言いたそう。最初のメロディ A メロみたいな。その次のメロディ B メロとは限らんけどね。サビかもしれんやん。そうだね、あくまでね、このみんながあの分かりやすいように読んでるだけでね。そうそう、あの通称アウトロがあの印象的な曲を今日はね、はい、そう、前にあの全員集合会、うん、あの5週目のやつで、はい、その時に1回このイントロが印象的な曲っていうテーマでみんな曲持ち寄ったんですよ。なので、はい、じゃあ今度アウトロバージョンやってみたいなと思って、はあ、はい、確かに面白い。あの、はあ、イントロって結構イントロドンとか、うんうんうん、なんか注目される機会あるけど、そうだね、アウトロはあんまりないもんね、うん、あえての あえての、はい、はい、だからね、じゃあ私が、アウトロ、アウトロドンって言いそう。待て待て、どこからドンする。彼は難しいぜ、アウトロ。そうそう、曲のそうそう最後の終わり方を、うん、まずは皆さんに聞いてほしいと思います。なので今日はあの1曲まるまる流して最後まで、はい、アウトロまでバッチリ聞いてもらおうかと思います。はい、じゃあ早速私の方から、私ドラムボーカルのリカ子が選んだ曲から聞いてもらいたいと思います。はい、はい、では東京事変で群青日和。どうなんだっけ。じゃあ聞いてのお楽しみですね。わかりました。僕結構好きだったんですよ、東京事変とかシナリオ好きで。いいよね。いいですね。はい、今あのツイキャスとかはね、うん、流れてない。そうなんですよね、今。なんでフリートークでもやろうぜ。はい、あれだよね、これ、うん、YouTube とかにありますもんね。あ、そうだね、PV がね、UVMV、多分 PV とかがあるある、 YouTube にあるかと。あります、ないですけど。あります。アウトロだけでも。ちなみに群青日和は空間日和と関係あるんですか。そう、これよく聞かれるんですよ。言われるよね。なんかたまにそうね、空間日和ってさ、東京事変の群青日和から撮ったのって。あ、そう、どうなの。たまに言われるんですけど、そこんとこどうなんですか。どうなん。いや、まあ、命名したの私なんですけど、はい、撮ったつもりはないです。ああ、たまたま。たまたまだけど、うん、この漢字4文字の字面の名前いいなっては思って。あ、非常階段とかまた極端なの持ってきた。非常階段はちょっと。四人林とかでしょ。え、なになに。四人林。そんなバンド名いるの。いるそう、四人林。四人林知らない。知らない。知らない。そのぐらいだぜ。人間椅子みたいな。あ、はいはい、空間現代はよく言われるよ。あと空間現代、うん、なんか近いねみたいな。空間が、あ、確かに空間がね、うん、半分も被ってるからね。もう一回あのなんか空間っていうのが宗教かなんかの仏教用語であるみたいで、そう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 、あれで一回突っ込まれたことあるよ。そういう意味なのみたいな。空間、あれ本当は空間って読むらしい。あ、そうなんだ。確か、確かだった気がする。あ、違ったらすいません。なんか、うん、昔調べた時に空間でなんか出てくる気がする。そうなの、そうなの。なんかね、あの宗教の用語でも。うん、あるみたいで、うんうん、知らなかった。そう、後で知った。後で知ったんです。はい、ほんで
ないけど、リオリはどっから持ってきたの？四文字が好きで、そうそう、無理やりリオリつけた。無理やりというか、まあなんかソダに関係する名前つけたいなと思って、ね、お洗濯日和とかドライブ日和とかほのぼのしてる感じでは思った時に、全部空じゃんと思って、はいはい、空模様が大事だと思って、日和だっていう。あ、そろそろアウトロ？そうですね。あとこの曲自体が30秒ちょっとなんですけど、もう時期ですよ。はい、ここまではね、あのまあまあ一応ありえるアウトロ。ね。ちなみに群青日和、あのカラオケでも PV が出るのでおすすめです。あ、あのエロいですよね。そうです。汗をかいて。目線、はい、ちょっと色っぽい。あれはエロい。確かセクシーだけど。エロい。これセクシーじゃない。エロい。目線が。お聴きいただいた曲は東京事変で群青日和でした。皆さんアウトロまで聴けましたか？はい、アウトロ聴けたでしょうか？はい聴けたね。バッチだったぜこっちは。そうだこれ だ、ね、この終わり方だ、はい、かっこいいんすよねこの終わり方。ライブみたいだよね。そうそう、ライブみたい。あの楽器やってたりバンドやってる人だったら、うん、ちょっと共感してもらえるんじゃないかなと。うんうん、この一見ねこの無秩序というか、うん、ノリでやってるけど、うん、感じだけど絶妙に決まってるというか、うん、なんかさりげなくやってるのにちゃんとこのなんだろう終わり感とか、うん、でもちょっとみんなではいお疲れみたいな雰囲気もあって、うん、これね作ってやろうとか意図的にやるの難しいんですよね。確かに最後さ、ね、なんかじゃあで終わりじゃなくてじゃあじゃあで終わるのがいいね。そうそうそう。これあれじゃない、でもあの人たちプロだしさ、うん、狙ってはいると思うよ。狙ってできてるんだと思うよ。でも狙ってできてることもすごいじゃん。すごいよ。でも自然なんだよな、うん、そう、うん、これがね真似しようにもできない。いやいやいや危険危険。そうできる人にしかできないというか、あのダサくなっちゃうやつね。そうそうそう、ちゃんと本当にちゃんとやんないと あんまり普通にずれてるみたいな。そうそう決まらない。恥ずかしい。そうかっこよくならないですよね。うん、いやこれこの絶妙なアウトロがかっこいい、うん、いやいいと思います。はい、はい、素晴らしいアウトロでした、ね、いいと思います。力強い。はい、じゃあ次はマッチーの。はい、私のアウトロ、はい、アウトロ行きたいと思います。私のは逆にあのなんか派手さとかは全然ないんですよアウトロに、うん、さっと終わります。お、至ってさっと終わるんですけど、ね、はい、でもなんかすごい綺麗な終わり方だなと思って感動したんですよ、うん、この曲を初めて聴いた時に、うん、曲自体もかっこいいけどこのアウトロなんか、うん、すごいすごい綺麗だと思って、っていうのがこう歌詞と一緒にアウトロを聴いてほしいです。最後のサビの歌詞からのアウトロの曲の終わり方に注目です。はい、はい、ではお聴きいただきたいと思います。 People in the Box ユリイカ。実は僕これ People in the Box 通ってないんですよね。あ、そうなんですか。通ってないんだ。全然聞いたことない。ムーディーとかですね、当店も。はい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 、はい、ムーディー。ピープルインザボックスは、はい、残響レコード残響レコード出身です。そうなんだ。残響にしてはすごく綺麗な感じ。そうそうそうなんですよ。でちょうど10年前ぐらいに残響のバンドが結構、まあ、流行ってたというか、うん、そうだね、すごい盛り上がってた。ムーディーとかめちゃめちゃそう、うん、その時期にピープルも残響にいたんだけど、うん、そう今リカ子が言ったみたいに残響の中では割とポップとまでいかないけど結構歌綺麗で聴きやすい、うんね、でもやっぱ楽器体とかはああなるほどな、確かに癖はそう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 あるね。そうアンサンブルのなんかね技巧的な感じとかはやっぱ残響っぽいなっていう、うん、でなんかそういうバンドなんですけど、はい、でこの曲はなんかアルバムとかじゃなくてスプリットに入ってた、うん、なんか4バンドぐらいのバンドで1曲ずつ入ってるシングルみたいなのがあって、うん、ピープルとあとなんだかなブービーベンズっていうバンドも知らないかな。シュノケル知ってますか？知ってますよ。シュノケルとかも入ってた。 そう、うん、その中に入っててアルバムには入ってない。
ユリーカっていう曲です。なんかその後にシネマスタッフが続いて入った感じがした。あ、そうだね、残業のこういう歌物系、うん、ちょっと近いかもしれない。まだ活動してます？してます、バリバリしてます。今はもうメジャーで結構長いことやってます、ね、あ、残業抜けたの？抜けた。今最後のサビに入りました。あと30秒です。30秒、はい。お聴きいただいた曲は People in the Box でユリーカ。はい、なんかあっさり、ね、そう、サンって終わるんだけど、ね、このサビの最後にですね、ま、あの曲をね、うん、このなんだっけ、ツイキャスで聴けなかった人には、ま、ネタバレになるんですけど、サビの一番最後で君の持ち時間はあと8小節って言うんですよ。言ってましたね。そうで、8小節で綺麗に終わるんですよ。おー、すごーと思って。すごいなんか綺麗に収まったなって、はあ、作詞ですね作詞型その発想なかったそう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 、 あるなそれみたいなね。ああ、うん、やりたいパクリじゃん。いやいやいや、ミスった超ダサくなるよさっきと同じパターン。 これこの手のやつはね難しいんだよ。そう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 、そうだね、もうバシッと決めないと。そう、別にこの手法じゃなくても、でもなんかこうやってアウトロにこだわって作ってみたいなって思ったりしましたね。こう久しぶりに聞いて。アウトロ大事ですよ。大事だね。イントロも大事だけど、アウトロも大事だね、うん、すごい印象付けられた曲でした。いいと思います。はい、はい、じゃあ最後、評論家みたいないやいやいや、評論家ハルキ。そう、音楽うるさいですよ本当かそんなじゃあハルキの、はい、じゃあね、そんなハルキが選んだ一曲、はい、聞きたいね。僕正直言いますけど、一味違いますよ。どちらかというと君たちのは技巧派、うん、まあエツさんが最初に紹介した東京事変の群青日和とかも、うん、よく考えられて作られてたと思います、うん、はい、で、ね、村上さんの People in the Box のユリーカも、うん、ね、歌詞と連動させてできてるわけですよ私が今から紹介する曲はですね、はい、もっともっとなんかね、うん、なんていうのかな垢抜けてないぞそれ褒めてるどういう、ちくせーぞ、どういう、ハルキが好きそう系な感じこれがね、うん、いいんですよ。もうとりあえずじゃあまず聞こうか、はい、後で説明します。わかりました、はい、じゃあ流しますね、うん、ちょっと待って。ブラッド・サースティ・ブッチャーズで3月出たね久しぶりだね。これのアウトロが最高なんですよ。ああ、これはもう大好き。ただね、うん、垢抜けてはない君たちがこれ偶然の産物じゃないの？違うよ、そうなの？違うよ、絶対なの？一応考えてると思う。そうなの？彼は金子の内の彼の表現だったと思うんだけれども、この泥臭さがたまらなくて泥臭さ、ほうほう。これたまたま入ってて、でお、よくねって言ってこう採用したのかな。違いや、うん、そこまで大変じゃないですよ。何かあるテイク、なんかそう空間日和でもあったじゃん、このテイクなんかたまたまだけど、うん、使っちゃえみたいな。あるあるある、そういうノリではなく、じゃないと、ちょっと狙ったと思う。でも吉村秀樹なんかね、あれらしいよ、うん、レコーディングとかめっちゃ長いらしくて、うん、なんかこうサクサクと時間決めて撮るのすごい嫌がる人で、うん、なんかただじっくり派なんだ。なんつうの、もうテープは回しといて、うん、適当に弾いて、何この時間みたいな、もう延々とやるんだって、うんうん、でそれを曲に乗せるって、うんうん、いっぱい重ねるときにその弾いた中のパーツを使って重ねてるって。ああ、はまるやつを抜粋。そう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 、
だからすげえフレーズ多いんだよ。吉村秀樹の、ああ、ウッチャーズの曲って結構後ろで鳴ってるのが多かったりするんだけど。で、それをさ、ライブで再現できないんだね。そう、うん、できない。しかも3ピースだった子なんかもっとあるだから。再現できないんだ。無理だよ、あれは。なんかライブ音源とか聞いたら結構違うことやってたりするもん。あ、本人ももう忘れてるはず。その時に出したものを載せてるから、あ、かけがえのないテイクみたいな。そう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 、生ものって感じがするね。あ、そうか。でもそれもね、いいよね、うんうん、再現できちゃうとまた聴けるっしょみたいな、うんうん、その辺ですごかったのが坂本慎太郎だと思う。あ、ゆら系の、ゆらってすごかった。だからあれ、うんうん、もう3ピースでさ、なんていうの、スリーピースで、うんうん、その音源は音源でいっぱい曲音化されてするじゃん、うんうん、でもライブ版とか見たらアレンジするんだよね、3人用に、うん、坂本さんが、うん、しかもそのアレンジめっちゃハマるんだよね、超かっこいいんで、うん、超かっこいい。ツイキャスでコメントいただいてます坂本ちゃん、はるきさん、ブッチャーズ選曲しそうなんですよね。もう僕よく気づきました。でも結構しばらく我慢してたよね。しばらく我慢してた、苦情が入ってからだったお前ブッチャーズばっかりじゃないかって言ったから。下手したら毎月ブッチャーズだったもんね本当に一番目ひどかったもんだから最初宣言したよ、宣言したよ、私一生流せんやんと思ったもん俺ずっとブッチャーズ流すねって宣言したよそこからですよ、マコちゃんさん、ね、クレームが入ったのしつこいとクレームダメだよ。じゃあね、その他の、はるき、他のアーティストいっぱい知ってるから他のも教えてよっていう意味だよ。他のなんか YouTube 調べてくださいよ君の好きなものを知りたいんだって話させてほしい。こらこら、わかったか、ね、荒波さん、ギターダビング的な、あ、さっきのあれだ、ブチャーズの重ね感じ。ああ、そうですね、うん、ねえねえ、だから結構アナログで撮ってた時代は、うん、なんかもう限界があったから、うん、重ねられる重ねられないの限界っていうの、その技術的な話で機械の、うん、そういうのがあって結構苦労してたみたいだけど、うん、デジタルになってしまったからもう永遠と乗せることになったらずっとふさわしいよ。いや、いいやつ。そう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 、イエーイだと思う。あれさ、耳コピーがさらにできなくなった。そう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 、重ねられすぎたら。しかもチューニングも全然違うし。あ、そう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 、レギュラーじゃないから完全にあのバンドマンの感想が飛び交っておりますけどまあそうですね、でもたまにはね、こういう一面もね、見せていかないとね音楽バラエティ番組ですからねそうかそうか、そうだね、じゃないとその辺のね、うん、沖縄の兄ちゃん姉ちゃんの会話になっちゃいますからねそうか。あ、曲は今どの辺ですか。あ、いや、どの辺かな、まあ、分かってないかい、まあ、分かってんじゃん。あ、あと1分半ぐらいかな。お、ちょっと長いんですよね、すみませんね。大体6分ぐらいあるんで。あ、平均そんなにあったか。あるよ、長いよ、ね、ちょっとイントロもアウトロも長いよ、普通の曲ね、4分前後だもんね、うん、だね。じゃあ、あれだね、こんだけ待っての、待って待ってのアウトロ、楽しみ、ね、来るぞ、ね、村上さん知ってるよね、アウトロ。うん、わかるよ。あれは果たしてアウトロというものなのかもよくわからないんですけどね。 SE 的な感じはあるよね。 SE なのかな。あ、 SE って何の略ですか。システムエンジニアで。あ、それはそうかもしれんけど違う、そっちの SE。 あなた、ここは音楽バラエティ番組ですよそうだよ、バンドマンがよく使う、サウンドエフェクトじゃん。あ、あ、そうです、サウンドエフェクトじゃん。あ、あ、効果音ってことなんで。効果音、効果音。あ、そろそろ、あ、そろそろ来るんじゃん。じゃんじゃ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 じゃん。聞きいただいたのがブラッドサスティブッチャーズで3月でした。アウトロ衝撃だったじゃん。衝撃、衝撃のアウトロ本当だね。これアウトロ、私これびっくりした。これもちゃんと君ら2人が紹介していただいたアーティストのように彼も同じように考えて作ったものなんですよ表現したもの出たものは違いますが。そうだね、なんか
表現、唯一無二の表現な感じが、まあ、これはさすがに思いつかんよね。ね、思いつかない、うん、思いついたとしてもなんか綺麗にはめそうじゃない、この最後の、うん、この拍に合わせてここからこのね、あ、効果音を入れるみたいな。あら、うん、うん、なんつうのかな、この曲って歌詞があれなんだよね、その空回りしてたり行き通ってたり、この地団駄を踏んだような歌詞なんだよ、うんうん、ただそのそこでなんかこう青が広がってるって綺麗な景色を見て、綺麗な何か、うん、なんか背景みたいなのを持ってるんだけども、結局その中で自分がこう行き通ってるところっていうのをすごい、うんうん、そのちょっと抽象的な歌詞にして載せてる曲で、うん、3月っていうそのこの季節的な時期と僕その感覚がすごい相まってるし、うんうん、彼らしいなと思うような歌詞だけ取っても、その、うん、結局行き通って俺はここにいるみたいな、うん、それの発展的にその最終的な最後アウトロでジャンジャンってこうずっと刻んでいくのがなんかその心の衝動みたいなのを表してるとこがあって、最終的にここから抜け出したい、この空回りのとこから抜け出したいっていうのが最後のなんかそのアウトロで、ドアはどこか急いでダダダダッとドアを開けて走り去っていくような、ああいうのを差し込んだのってそういう心情の背景が出てたんじゃないかなって思う、うん、うん、なるほど。だからこの曲好きなんですよ僕、あのアウトロが一番好き、そうなの、のような気がする。あ、この曲で一番好きなポイントは結構そのアウトロだったりする、うん、あのシーンが何かその彼のそういう背景みたいなのを全て表現してるような気がする、うん、なんかいい解釈だね。これ誰が立ててるんだろうこの音、本人なのかな。絶対本人だと思う、絶対本人だと思う。こういうこと絶対やりそう、やりそう、めっちゃ息切らしてそう。どういうイメージ。一番いい音出せるエキストラ雇ってたらどうする。それはショック。その道のプロ。そこは違うだろって。その道のプロをそいつ作ってんのこれでって。それもすげえよ。あの手のモデルさんみたいなやつ。いや需要ないじゃん。ブッチャーズぐらいしか使ってくんないよ。いやいや、わかんないよ。ドダダダダってやつよ。いやいや、じゃあうちらが呼ぼうよ。そいつ呼びたいよ。いるんだったら、いるんだったら呼びたい。じゃあ探そう。いや、いいです。じゃあそんな感じで。はい、いいね、はい、いいね、なんか紹介でした。面白かった、はい、面白かったね。どれも、うん、あの三者三様な感じで、うん、はい、皆さんもアウトロ、ね、普段から注目して聴いてる方も、あの何気なく聴いてた方も、あのよかったら自分のお気に入りのアウトロ、うん、ぜひぜひ探してみてください。何でも何でもく…あ、なんだっけ、何でもロックミュージックのコーナーでした。それは困る。大変大変。それは僕がマイク下げちゃったせいでパニックしましたね。いいそのまま CM いけるかなって思って、あ、はい、急だったかなと思って。いやいや大丈夫です、私もこんな。ありがとうございます。ちゃんと話聞きながらいろいろ作業してるので。あ、いいよ、さすが。なんという、もう1年ですから僕も勤めて。うーん、そっか、早い。あ、すごいね。もう素人ではなくなりました。プロってる。キャンプロ。ロサっぽいね。キャンプロとお呼びします。PM、はい、どっち1個入れる。はい、どっち。はい、では10秒前です。はい、空間病理のロックオンミュージック PM エージェンシーのイベント情報を紹介したいと思います。はい、まず一つ目ですね、今月9月22日と23日の土曜日と日曜日、那覇にあります桜坂セントラルにてクラムボンモメントツアー2018が開催されます。こちら、両日とも会場が夕方5時半、開演が夕方6時、スタンディングとなっております。チケットただいま絶賛発売中ですので、皆様まだ間に合いますので、9月22日23日、ぜひ気になる方、チケットチェックしてお買い求めください。続きまして、1月26日、来年ですね、2019年の1月26日土曜日に開催されます。春樹さんくしゃみしたね。失礼しました。はい、続けて待ち。はい、
開催されます、こちらコザライオット2019というイベントですね。ミュージックタウン音市場にて開催されます。はい、出演がグリムスパンキー、シャルマイケンアカネ、獅子の脅し、以上3組です。でこちら、来月の10月27日土曜日から一般発売が開始されます。あ、その前にオフィシャル先行、はい、予約、はい、ウェブ先着ですね。こちら先着、はい、9月15日の土曜日、今週末ですね、はいはい、の、12時から9月30日日曜日の18時まで、受付が行われます。はい、はい、先着とのことですのでね、はい、こちらお一人様4枚まで、はいはい、受付してあるそうです。詳しくは PM エージェンシーの、ホームページの方ご覧ください。はい、はい、ということで PM エージェンシーイベント情報のコーナーでした。空間日和のロックオンミュージック、はい、ということで空間日和のロックオンミュージックエンディングになります。この番組のアウトロですね。わあ、いいこと言うじゃないですか。いいこと言う。綺麗に締めようぜ。ほんとだ、ちょっと印象的にしないといけない急いでドア開けようかな春樹が走り去っていく音を ね、さっきのどれだけ近づけられるかな正春を残して今日のスタジオには正春がいるんだもう見守ってくれてありがとうございますじゃあね、はい、そんな空間日より、次のライブが、決まってますので、はい、お知らせしたいと思います。じゃあマッチ、はい、10月6日の土曜日、こちらはちょっと詳細がまだ、ね、発表されてないんですけれども、はい、場所が、まあ、那覇とだけ言っておきましょう。はい、はい、で私たち初めて出演するライブハウスなので結構楽しみにしております。だね、はい、ワクワクだね、はい、ね、はい、詳細あの決まり次第またツイッターとかホームページの方に載せておきますのでそちらチェックしてください、はい、で続きまして11月18日の日曜日、那覇アウトプットに、アウトプットにて、はい、シュローダーヘッズリリースツアー2018春シュラ沖縄編ということで、シュローダーヘッズが沖縄にライブしにやってきます。イエーイここでイエーイかいいね、入れなきゃね、いいタイミングで、はいはい、でシュローダーヘッズを迎えて、沖縄勢は私たち空間日和とあと麦ちゃん、麦かっこ猫、はい、はい、の以上3組でお届けします。こちらオープンが18時、スタート18時半、はい、前売り3000円で別途ドリンク代が必要となります。はい、こちらはもうあのチケットも発売しておりますし、私たちの方でも予約受付してます。カモンぜひ遊びに来てください。はい、みんなで楽しみましょう、はい、ましょう、はい、じゃあね、オープニングで小さな秋を感じる瞬間ということで、はい、ちょっと話してたんですけど、はい、空間日和にも、私的にちょっと夏の終わりというか秋の始まりというか、はい、を歌っている曲があって、実は去年の9月にも多分同じ理由でかけてるんですよ、うん、ここ FM ギノで節操がないですな何それ、いいちょっとそんな寂しいこと言わないでよそっか、じゃあタイトルはあれだけどこの季節に一番合う曲ということですね、作り手的には。そうですね、歌詞的にはちょうどこの季節っていうのをイメージ、じゃあかましたれよなので、はい、じゃあ皆さん今日のエンディングはこちらを聴きいただきたいと思います。はい、空間日和で冬色事情。
きいただいている曲は空間日和でフィエロ事情です。今夜もお聞きくださりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は PM エージェンシースタジオ G の協力でお送りいたしました。季節の変わり目なので風邪なんかひかないようにね。優しい。あばよ。またね。バイバイ。楽しませていただいているのでありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。こちらこそ。キビキビ対応してくれて。でも、ハユキのあの、どんなに熱いものでもすぐに食べる。あれ、不思議にならなかったわけ。うん、絶対リミッターだよね。自分は完全にビビった振り切ってる人間ですね。うん、そんな感じしますよ。申し訳ないけど。そうですな。普通にスケートで上から飛び降りたりとかよくやってますか？あー、怖い。絶対無理です。どちらかというと住んでる場所は違いますよ。あ、大丈夫。あ、お願いします。あの森さんからコメントが嬉しい。渋谷、あ、そうですね、渋谷ミルキーベイ。また東京行きたいな。ね、また。これさ、動画だよ。動きよ。確かに。ありがとうございました。ありがとうございます。はざます。キャンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。